東西だボコボキたっしゃん。はい、ということで、今日はですね、バルターが殺されて、2.6 ホグ、はい、終わったんじゃねってみんな思ってるやん。多分思ってると思うんですよ。はい、まだ甘いです。はい。救済措置があるんですよ。それはこちらです。はい。アイオレの枠挙式にしたら、めっちゃ強いんですよ。マジで。この前も紹介したんですけど、マジで強くて、このデッキ。いや、本当にね、挙式がやばいガチで。これもう使い6、しかもブースト来てるし、なんならね。マジで使い6。しかも 2.6 ってさ、スーパーレアいらないじゃん。だから余ってると思うんよ。だからもうね、今シーズンマジで挙式上げ毒。うん。マジで挙式使い毒だから、マジで余ってるなら、挙式にもう全振りしちゃっていいと思う。マジで、挙式がやばい。ガチで強すぎるって感じですね。まあ、ということで、どれぐらいね、まあ強いのかっていうのを、めっちゃ分かりやすいリプレイがあるんで、まあ2つちょっとね、マジで、20秒ぐらい。俺2時間ぐらいさ、はい、見てくださいね。1分からなんですけど、マジで、これが挙式の強いところだよなっていうところなんですけど、まあ、例えばね、こう相手が決定するじゃないですか。これね、端前も挙式マスケ組んじゃいます。はい。挙式マスケ仕上げて、まあちょっとね、迷ったのは、相手がね、工場あったら、これやっちゃいけないんですけど、工場あったら工場釣られるじゃないですか。でも工場なかったんで、これはね、もう追加毒みたいな。もう挙式使い毒みたいな。これはね。はい、もうこれ仕上げて、相手ね、多分5ボット迷ったんですけど、これね、迷って、いやでも5ボット挙式ある、なんだどうしようみたいな感じで、はい、これでもうね、すべてユニット溶かしていく。この挙式マスケの強さ。で、大砲助で、ペッカーもある。なんならこれペッカー4コスで抑えてるんで、サードなんですよ、このペッカー。もうね、相手出すだけでサード取れたみたいな感じですね。防衛でアロ取ってるんですよ、これね。しっかりね、防衛っていうか攻めか。攻めでアロ取って、ね、防衛の低コストで守るみたいな感じですね。これがね、マジで強い。はい。こういう動きができるから、挙式ホグって強いんですよ。てかね、普通に挙式マスケの形の火力がやばいんですよ。うん、ガチで火力がバグってる、マジで。さあ、これも、相手が、まあ、2倍5、ゴレ出したいじゃないですか。こう、ゴレってね、2倍5全然。これは、はい、しっかりね、挙式マスケ形組んであげて、これね、組んであげて、で、相手のね、これ受け刺すんですけど、これで相手ね、ロリバボを切ってるんで、まあ、ここのマスケ最強と。はい。なんならロリバボ切っても、スケとかアイスピで延命できるし、みたいな。で、ここエリクサーなくて、ホグが入って、トルネ遅れて、ここはね、はい、マルタ来るけども、この挙式の爆破でタルババ死んで、みたいな。で、防衛は大砲とスケでこんなに守るみたいなね。正直、大砲とスケってマジでクソ強いんですよ、本当に。こんな感じでね。だから実質、相手の8コストの攻めを、俺4コストで守れてるんで、アドなんですよ。4アドなんですよ。やばくないって考えたら、マジで、めっちゃ強いんですよ、本当に。ね、マジで、挙式ホグがやばすぎる、本当に。これがね、強いんですよ。火力がね、マジで、化け物、カウンターが来ないんですよ。だから、攻めでアルトルルみたいな感じ。本当にね、壊れてます。はい。挙式壊れてます。はい。お願いしますって。まあでもね、多分ね、緊急はなそうかな。緊急はマジで来るならゴルナイでしょ、絶対。来るなら、まあゴルナイかなって俺は思う、正直。まあ多分ね、ないね。でもなんか来なさそう。運営は多分ね、なんか来なさそうだね。うん。この感じやと多分来ない。だって、来るとしたら、だってここで来るならさ、この前のあれでしてるでしょっていう感じでしょ。だからここ耐えてるなら多分来シーズンでか、次のバランス調整までは来ないかなっていう感じしますね。じゃあやっていきましょう。まあ、挙式ホグね、マジでね、強いというか、なんならね、余裕があるっていうか、まあそのね、チャンピオン持ってるよって人は、アチャ食いでもいいですね、正直。賞味アチャ食いでもいい。いや、待って、これ最悪やわ。あ、でもこれなんか外回り行きそう。行ったな、外回り。あー、でかい。でかい。あ、なんなら、あー、これ多分ロイジャイですね。おそらく。あ、ロイジュンじゃない。なんだっけ、エレジャイっすね。多分エレジャイかな。まあ、エレジャイはね、もう、神でしょ。うん、神でしょなんで。まあ、エレジャイはね、結構ね、まあ、なんでも、大体いける。大体ね。まあ、ただインドラが強い。でも、この形インドラ入ってないんで、おそらく、まあ、あれかな。なんだっけ、クエーク型かな。多分、おそらく。いや、待って、ここで LSP 出してくるってことはエレジャイじゃないんかな。いや、エレジャイで8枚 LSP すんのやばくね、相手。さすがに、おヤンキー説はあるけども、まあ、ここは月給でいいかな。月給仕上げて、はい。そう、余裕がある人は、まあ、チャンピオン、マスケをアチャクイにしてもいいかもしんないですね。まあ、アイスピを、まあ、その、ファイスピ化問題は、まあ、正直、まあ、ファイスピも強い。でも、アイスピもめっちゃ強い。どっちも強いみたいな感じ。うん、なんでね、まあ、好みですね、正直。賞味好み。はい、ここ5かな。いや、待って、アチャクイ痛すぎね。アチャクイ強いよ、マジで。アチャクイ痛すぎやろ、ガチで。さあ、これちょっとね、入るよ。LSPか？あ、入るね？え？ああ、ネタね、相手。あ、ネタは多分、相手ね、おねんにしてた、今。おねんにしてました。これ、スケあるんかな？スケある。なんならロケット。ああ、うわ、来ちゃーミラー来ちゃー。いや、そりゃ聞いてないって、さすがに。いや、マジか。ミラーあったんか。ああ、ガチか。ちょっと、それ予想外やった。ああ、なんかあったな。でもロケットやったっけ？これロケットがクエックかわかんないけど、まあでも呪文はなんか入ってそうですね。ライトニングかもしれん。でもなんか、あったよな。なんかそういうの。まあ、ここ血付けを仕上げて、まあ正直ね、まあアチャクイも確かに強いんですけど、まあマスケで十分いいよな。マスケめっちゃ強いからな。アチャクイって確かにサイクル早まるけど、アチャクイがいるターンって、あれなんですよ。対空がないじゃないですか。だからそれがね、めっちゃきつい。ファイボいっちゃ美味しいやん、もう。なんかもう、ロケット、ライトニング、ね、ロケット、ライトニング、クエイクの中、一番美味しいの来た、もう。一番美味しいの来た。これもう、ファイボとか、もう相手どうしようもないやん。ファイボ一番センスなくね、相手。ファイボより多分ね、まあ、クエイクか、まあ、ライト。まあ、もしくは、まあ、ロケットかな。だって、ロケットやったら呪文削りやばそうやけどな。ロケットの呪文削り。エレジェンさんだったら、ほなロケット行きますかっていうできそうな。ミラーロケットでも火力半端なそうだけど、なんかね。まあ、今、エレジェンも強いしな。こう、キョスケがマジで輝くんよな、本当に。キョスケがガチで強すぎるんよな。うん、おすすめっすね、本当に。もう 2.65、いや、なんかまあ、おるよ、多分。多分少なからず、こういうやつはおると思う。いや、俺は 2.65 分使うことに意味があって、とかやって。こうね、アイゴレにこだわるやつ。まあ、おる。でも、本当にトロ上げたいんだったら、勝ちたいなら、マジで、気をつけ使うべきやと思う。うん。まあ、おるよ、わかる。その気持ちはわかる。正直、わかる。それ、例えると、俺無課金で、やってるのはかっこいいから、みたいな感じと一緒で、まあ、わかるよ。俺もね、中学校、いや、高校かな。高校の時、まあね、課金するのはなんかダサいみたいな風潮あってやん。あれわかる。めっちゃわかるやけど、ただ、これに関してはマジで気をつけ使った方がいい。ねえ、なにこれ。マスケゴル内でトルネって珍しいな、だいぶ。マスケゴル内でトルネか。ちょっとわかんないですね。さあ、ここは、まあ、アイスピで止めてあげて、はい。いやー、なんやろ、これ。でも、これ、ブルートキューズできるな。無理や。ごめん。この気をつけみんな無視して。無理っす。はい。エリクサー溜まってるもんやと思ってやろうと思ったんやけど、溜まってなかったなんか。しかもミニペちょっと怪しいな。これ、出てこい。いや、熱い。いや、正直、それ出てくんのめっちゃ熱いわ。それ出てきたおかげで、まあ、全然参るわ。間ワンチャンあるとしたら取るねかな。まあ、ライトは多分打っても無理やから、やるとしたら取るねかな、みたいな。オッケー。まあ、守れたんで、まあ、ここはホグいっちゃおうかな。ミニペ切ってるんで、まあ、相手ゴルないかな、やるとしたら。さあ、LSP からの回してゴルないやな。回してゴルないかな。それが一番ベターよな。さあ、ここ、突進来るかな。はい。よいしょ。お前意味わからんって、マジでアイスピダッシュやん。もうちょっと遅れたかもしれん。俺が悪いよね。もうなんかね、なんでやろ、今の。アイスピダッシュなのにな。ちょっと遅れたかもしれん、もしかすると。もったいないな。こういうね、チリツモがね、マジでね、関わってくるんですよ、マジで。いやー、ミニペ強いな。キョスケ流行ってるから、ミニペマジ強くね。キョスケ入る環境、マジミニペ最強じゃねと思うよね、多分。ミニペも熱いかもしんないな、実は。実はミニペ熱い説あるな。ね、ここちょっとサイクルが悪いっすね、めちゃくちゃ。サイクル悪いから、キョスケホグの形組めへん、全然。組めへんわ。まあ、ここは守りからいっ、うわ、やっべーの来た。いや、飛ばんのかい。いや、それ飛ばんの意味わからんよな。マジで。シンプルにそれ飛ばん理由がね、わからんよね。なんか、今のやったら普通やったら飛ぶやん。でもなんか飛ばんよな。なんかあるよな。相手の飛ぶのに俺だけ飛ばんみたいな、そういう感じするんだ。なんかわかる言いたいことわかるよね、みんな。オッケー。信じてる俺は。みんなわかってくれると。オッケー。ファイブ打っちゃう、俺。ファイブ打ってあげて、バゴン打ち上げて、はい。よいしょ。ただ、生きるのは嫌だー、言うて。ちょっと待ってね。ここは、キョスケから行きます。はい。キョスケから行ってあげて、ワンチャン相手ね、エレジかましてくる。そうだね。エレジかましてくるから、ここちょっとね、マスケ離したいね。マスケ離したら多分ね、この位置関係飛ばんやろ。さすがにこの位置関係飛ばん気づくよな。ここ飛んだら、さすがにバケモン。これ5かな。5やってあげて、OK、削りっすね。もうここまで来たら、まあ、賞味削りも入れつつ、みたいな。視野に入れつつ、視野っすね。私がジャンプ、待って。ここは ISP 止めて、はい。で、まあ、ここ、はい、キョスケから行ってあげて、あれいけるな。相手今マスケ切ってるから、ここのね、このマスケ最強なんよ。いや、待って。いや、ちょっと待って、考えさせてね。ここちょっとね、怖いけど、でも相手ちょっとやりすぎみたいなところはあるんで、はい。ちょっと相手やりすぎみたいなところはあるんですけど、これでしっかり多分ね、守れると思うんですよ。これがね、高回転の強さ。はい、ダメやろかったーみたいなね。これがね、まあね、LHI って弱いんすよね。こんな感じ。施設にマジで弱いから、てかで、高回転が強すぎるんですよ。まあ、あんな感じでね、普通に守れちゃうんですよ。いや、マジでバケモンだから、普通に。あれ守れんのね、やばい、マジで。あの形を大砲スケマルタで抑えれるの、マジで強すぎる。まあ、あとは、巨介絶対入らないんで、巨介じゃない、LHI 絶対入らないんで、いや、ただね、これちょっとね、怪しいね。ここ一旦やりつつの、ほい、こっちオッケーオッケー、いいね。さあ、素晴らしい。素晴らしいよ。さあ、これなんなら、キョスケさ、2周目行くんじゃね？キョスケ2周目行っちゃうよ、これ。キョスケ2周目。おいしょ。延命していく。さあ、延命していく、マスケを。しっかりマスケを延命していって、はいはいはい。なんなら、これすらも延命していく、俺は。これすらも延命して、なんならよ。あ、2周目のキョスケもう一回行っちゃう。あ、キョスケもう一回行ってあげて、もう遊んで、正直ここまで行ったらちょっと遊んでる。で、30種作るよ。はい、30種完成。30種の完成よ。さあ、行っちゃうよ。さあ、なんならキョスケでカバーしてあげて、はい、もうこの形。ライトニングアイテムはね、これがマジで強い。ね、まあそうすると、はい、ホークも出しちゃうと。はい、これ外回り行くんじゃないワンチャン。ワンチャン外回りで、トルネが、あ、そうですね。そうすると、5を打たせていただきます。はい。僭越ながら、ここはね、5を打たせていただきます。はい。で、丸太で、よいしょ。なんなら、よいしょ。あ、入らなかった。あ、これ気をつけ入るな。あ、まあ。とはいえですね。オッケー。まあ、こんな感じでね、もう、やばいんすよ。キョスケが、やばいんすよ、本当に。てか、LHI多くね。さっきもLHIやったらなんか、さっきもLHIじゃなかったっけな、キョスケじゃない。LHIマジで流行ってるんですよね。ガチでLHI強いんですけど、ただこういうやつとかにはね、マジでLHI弱い、本当に。マジで弱いなと思う。まあ、最強よな、正直。2.6 のこの回転数やばいんですよね。正直、この 2.6 自体の、まあその、元々のサイクル自体は変わらんのよ。なんでかって言うと、アイゴレとキョスケが勝っただけだから、そのキョスケ出さんかったらサイクルはめっちゃ速いんですよね。だから、もうやばいんですよ、マジで。回転でね、もうほぼ相手はね、積みますね。だいたい重量級とかやったらね。さあ、ここはスケ出してあげて、まあ相手が降りてくんないんで、まあちょっと待ちですね。ただね、ここはキョスケいきます。はい。ただ、相手今、タルババと、まあゴースなんで、これワンチャン交わってくる。なんで一応マスキはちょっと高めに出そうかな。みたいな感じでいいですね。なるほどね。3C ですね、これはおそらく。おそらく 3C ですね。もう 3C はもう神相性ちゃん、そんなん知らんけど。気をつけどっか行かない。お願いだからあっち行かないで、あっち行ったら殺す。マジか。ただ、これ多分ポンプ入ってないな、おそらくポンピー入ってないんで、まあ多分ポンピー入ってないやつですね。さあ、これ飛んでほしいな、正直。これ飛んでくれないとちょっと困るね。いやー、一匹はね、ちょっとね、怖いね。さあ、ここは飛びそうなんで、ちょっと早めにやっていただけて。いやー、マスケから入れたかったな、正直。でもね、これ飛んだらマジで地獄だから、まあ、ここはね、早めに出す。はい。ここは、ですね、ハンター来るんで、その、キョスケを生かす、これ。ね。で、キョスケで、こうね、カウンター来ないようにする。これだから実質、0コストで、まあ、こう、ダメやる取れてるんですよね。まあ、4コストに4コストいて、相手はカウンター来れないから、今、0コストで、今、380ぐらい、まあ、ダメやる取れるってみたいな感じ。だから、時には、ホグ先行のキョスケも強い。マジで。これはマジで強い。みんな使えると、これ見極めると結構でかいですね。まあ、これがね、まあ、ちょっと難しいところではあるんですけど、まあね、はい。でも多分相手これさ、おそらくさ、俺の予想では多分ね、ポンプ入ってないんですよ、おそらく。多分ね、これポンプ入ってないと思うから、もういっちゃうこれ。はい、5打ってあげて、はい。多分、アイゴレかな。ゴルナイか。なるほどね。ゴルナイからの、うん。いや、ただ、よいしょはい。よいしょ。はい。さあ、ここは、スケでカバーしてあげつつの、まあ、ゴルナイ強いな、めっちゃ。ゴルナイ強いわ、ほんまに。ゴルナイちゃんが強くて、ここ、ケツマスケ5かな。ケツマして、嘘。ちょっと高めですね。ちょっと高めに行ってあげて、で、まあ、ここは5マルタかなっていう感じで。5マルタ打ってあげて、さあ、マスケが入っていくと。いや、ちょっとこれね、遅れた。いや、遅れてないわ。オッケー。全然遅れてなかった。オッケー、完璧。さあ、これ今日スケ8枚合わせつつの、はい。で、相手としては、多分これにゴルナイか、まあ、何だっけ、ゴースト来ると思うんで、さあ、これでマスケ追加してあげて、多分ダッシュ来る。ダッシュ来た後に、これスケ出したいな。ほい。出してあげて、さあ、ここはね、この形に相手は絶対にもう一枚さかんといけんから、これね、はい、こっちに、そうですね、はい、一発入ると。オッケー、でかいよ。さあ、だいぶでかい。いや、いいね。いや、なんならこれ丸太で処せるんじゃない？おいしょ、ナイス、いいね。さあ、ここは、スケでカバーしつつの、はい、のしてあげて、の、ののかちゃんしといてあげて、はい、ここね、キョスケ出しつつ、まあ、ここからはね、正直、相手、補給がきついんで、まあ、あとは三振ね、まあ、打っとけばいいんで、なんて、ファイブ打っとけばいいんで、多分ここら辺来るから、そうですね、来るね。はい、切ってあげて、よいしょ、バーンして、はい。で、まあ、あとは、よいしょ、はい、適当にやりつつの、はい、ここは、スケが下手くそと、はい、スケが下手くそと。いやー、今の、まあ、一発やから正直耐えやけど、うん。こう、魚介出して、逆サイ来るかな、ワンチャン。あ、そうだね。来るね。さあ、ここは、丸太かな。丸太で、ヒースピを殺して、はいはいはい。で、ちょっと魚介延命したいな、これ。延命したいから、マスケ追加の、やめろ！オッケーオッケー。これ絶対三振来る。いや、コンは。これコンは。絶対コンは。来たら、なんならホグ止まらんわ、相手。はいはいはい。これもう打っちゃう、これ。打ってあげて、さあ、おいしょ！なんなら、おいしょ！はい、おいしょ！おいしょ、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 そうらん言うてね。あとは回しじじいかな。まあ、三種とかもう神相性でしょ、こんな。神相性でしかないでしょ。だって、アイゴレやったらさ、まだ負け筋あるかもしんないけど、キョスケやで。もうキョスケ、もう陸最強だから、今、マジで。マジでやばい。さあ、ラスト1000いこう。え、7000いったんじゃね？いや、ギリいかん。ラスト1分7000いって終わりますか？はい、いきますか。いや、マジでね、強いね、本当に。もう、神相性しかおらんやん、マジで。てかね、本当に今、キョスケが壊れてる、マジで。壊れてるわ、キョスケ。よくない、マジで。よくないですけど、まあ、俺は使っちゃう。正直強いから。強いからね。うん、トロあげたいなら、マジで。勝ちたいならね、正直キョスケ使うべき、マジで。強いからね。さあ、ザップ来たね。ザップゴースターもペッカ工場じゃないんですかっていうね、感じですね、おそらく。ペッコか、まあ、ジンギどっちかかな。さあ、まあ、3種もあるんで、全然。3種もあるな、賞味。賞味3種もあるけど、ここの受けめっちゃしんどいな。アイスピないの、アイスピもキョスケもないの、超しんどいから、丸太で。いや、ちょっと早かったわ、丸太。いや、丸太早かったわ。丸太早かったわ。いや、ここ、やばい。やばい。やばい。これ、ファイブ外した、絶対。当たったー。よかった、マジで。よかった、ガチで。よかった、ガチで。いや、今のね、外しそうやった。だいぶね、ファイブ外したんじゃね？やりますね。やりますね、あなた。よいしょ。はいはいはい。いいですね。まあ、ここは落ち着きのタイムですね。まあ、相手に合わせつつ、ちょっとね、今3アド2アドぐらい取られてたら 2.5 アドぐらい取られてるんで、まあ、ここ気をつけって、まあ、今マジアチョ切ってるんでね、マジアチョの心配はないと。はい。で、まあ、ここは逆サイかな。逆サイ出してあげて、あれ多分エレキかな。あ、ユーノ。なるほどね。ゆうのちゃんはちょっとめんどくさかったな、一番。一番来てほしくなかったな。ゆうのちゃんちょっと来てほしくなかったな、一番。エレキ来てほしかったんですけどね、個人的には。うん、ここでスケキンの賞味しんどいんですよね。ほい。ただ、ここは、マスケがついと。マスケがめっちゃ最強なんで、まあ、ここファイブザップ来たらちょっとめんどくさいけど、さすがにそんなエリクサはないと思うんで、ほい。うん、一応ね、わかる？気持ちちょっと突破しそうやったやん。気持ちちょっとさ、ペッカなんか売ってきそうやったから、ここね、一旦ね、丸太かましといた。はい。はい。いや、ただ、相手ちょっとやりすぎじゃねっていうのはあるんですけども、はい、ここは、マスケで起用かな。マスケで両サイド起用しますか、これ。多分ね、いい感じに起用できると思う。もうやめろまあ。休養した分はもう返してもらおうでいいよで。で、まあ、ここは、キョスケで、まあ、カバーしつつの、ここ5かな。速攻5打ってあげて、はい。で、まあ、こいつに関しては、こっちでやっといてあげて、ほい！スケで釣りつつの、はい。爆破で消えるんで、バコーンとね、やってあげて、さあ、これはね、多分相手ね、ファイオブザップ打ってくると思うんで、ここキョスケカバーですね。キョスケカバーしてあげて、はい、そうですね、打ってきますね。なんで、ここ、はい、丸太でしっかり延命してあげて、まあ、そんなんしようもんなら、みたいなとかありますよね。はい、ちょっと待って、それは聞いてないね。それは聞いてない。ただ、それは聞いてないと。それは聞いてないですね、ちょっと待ってね。ここどうしよっかな。延命しようか。ここ。無理くり延命してあげて、今相手これね、ペッカ切るんですよ、絶対左に。だからエレキしかないと思うんですよ、こっち。エレキしかないから、はい、これがめっちゃきつくて、さあ、5までいっちゃおうかな、これ。いや、オッケー、完璧！いや、めっちゃいい。いや、賞味めっちゃいい。めっちゃ入ったわ、これ。さあ、相手はザップ来るな、これ絶対。絶対ザップ来るわ。いや、右やばい。ガチでやばい。やばい！いやー、今のは、しっかり、丸太を打ちましょう。はい。多分今最後、大砲のところに、いや、丸太つけて、いや、ちょっとね、甘やったわ。いや、考えはね、ちょっと浅はかった。相手を舐めすぎた、今のは。多分余裕で勝ってたけど、ちょっと甘えたわ。多分最後、アイスピカ丸太あったと思うんよ。だからそこをしっかり、待っててやな。いや、今のね、ちょっと甘えたわ、マジで。いや、絶対あったわ。ちょっと見さして。多分絶対あった。100あるわ、絶対。絶対ある。最後、絶対あったわ。なんかさ、あー、もう、もういい、もういい、もういい。そういうこと。うん、多分合ってると思う。うん。まあ、ということで、キョスケホグ、皆さんね、まあ、今シーズン、マジ使うべきですね。マジで、まあ、26使ってる人は、まあ、キョスケに変えるのが一番ベタやと思います。はい。まあ、ロケコホグとか使ってる人も、まあ、なんならバルキリーのはキョスケにしてもいいし、みたいな。マジでね、キョスケホグの形強いから、まあ、正味、これが一番ベストかな。うん、多分無課金なら多分これが一番ベストだと思う。これが一番軽く出せる、俺的に。正味多分そう思います。はい。ということで、この動画でチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。